知らないならいい。え、ちょっと。何ぼーっと突っ立ってんのよ。私しか住んでないから。ああ、暑かった。夏って嫌ね。虫いるし、油断すると焼けちゃうし。ちょ、何を。見ればわかるでしょ、着替えてるのよ。着替え、下着までは脱いだ。ごく普通の生理的現象だ。おとなしくそのまま待ってなさい。動いたら殺すわよ。だって誰も信じてくれないんだもの。化け物がいるって。けどやっと見つけた。超日曜日ね。どこあたりが超なんだよ。説明しろよ。何よ、人がせっかく和ませようとしてるのに。超週一の中に入るからよ。それにあのコインがどう関わってくるのか知りたいって言ったのは。分かったら週一も早くワンちゃんに変身して。いや、するけど。ワンちゃんってめちゃくちゃ群れるのよ。さすがは着ぐるみね。冬ならあったかくていいかもしれないけど、今夏だし下着まで汗でびしょびしょになっちゃうの。もう一回やった仲なんだし。やったって何をだよ。一つになりましょう。